はい、トントンです。面白いギターが、完成してまいりましたということでですね、こちら、ご紹介するのは VG のですね、なんとオールコアの、ハワイアンモデルということでですね、まあ、小ぶりに今回特化しまして、ダブルオーサイズの、VG、 こちらに、オールハワイアンコアの剪定を加えまして、通常よりですね、ややネックを少しこうボトムというか、パワーをつけたくこう伸びやかな音をしたいためにですね、ややまろやかな感じにしまして、作って、いただきました、カスタム、当店のカスタムモデルになりますね。こちら2本を、ご紹介します。こちらが管理番号が、お尻の方が下3桁306180130306ということでね、06ですね、こちらのモデルが、最初の1本目がこんな感じになっております。ちょっと弾きましょうか。という感じのね、伸びやかなサウンドが、まあ、特徴的なんですね。スラッキーギターとかもとっても似合う、こちらの1本、まず、下3桁306の、シリアルですね。オール、ハワイアンコア、でございます。しかもですね、VG の、こちらは、寺田楽器さんで、制作されている、オリジナルブランドなんですけど、こちらをですね、ハワイアンコアを、直接私たちが、選んできて、木目も確認して、選んだ一本ですね。なのでね、とっても思い入れもあって、とってもいいハワイアンコアの、木目を用意できたかなといった感じになっております。そしてさっき言ってたネックがこんな感じになっておりまして、ややここの部分、ここの部分を滑らかに、してもらいました。とっても柔らかな、グリップの感じ、こう V とかになってなくって、幅はほどほどにあって持ちやすい感じなので、単音が気持ちよくとか、なんだろうな、いろいろなこういった副音のコード枠とかがこう響きやすくなるようになるべく考えたんですね。とっても雰囲気が合う感じのギターです。で、ヘッドの付き板ももちろんハワイアンコアの VG インレイが入っているような、こちらはですね、結構トラメが入ったヘッドになってますので、見た目もかっこいいですよね。
こんな感じが、下3桁、シリアル番号306でございます。ちなみにバインディングも全部ウッドで作ってますので、本当に、黙々しい1本なので、可愛いですね。家に飾っておいてもいいですし、見た目も大変、いいなと個人的には思う1本でございますので、こちらを、まず販売いたします。ということで、もう一発、2本作ったということでね、言ってたんで、もう1本、これはハワイアンコアって木目が一つ楽しいのもあるんで、もちろんこちらももう1本選んだんですけど、ハワイアンコアの魅力っていうのがね、いろいろなトラ名も一つあるんですけどね、こちらがもう1本目、305ですね、下3桁305のこちらのギターは、もう一つこんな感じになっております。木目が、またさっきと違いますので、最後に、両方とも、並べてみせますので、見ていただければと思います。こちらはトラメが結構真横にしっかり入っているタイプ、こちらも、寺田楽器で選んできた1本になってます。スペック上は全て同じで、ペグも5等のペグを使って、ネックもこの同じファイリング方式を取っていただいております。ヘッドの化粧板はこちらもやはりトラメを結構強調して作ってもらいました。こんな感じですね。で、ネック、ばっかりこう目を配ってるというような感じになってますけどね、フレットもやや太めにしてもらって、まろやかな音が出るように、作ってという、いろいろ細かい、内容をですね、くっつけて作っていただいたといったモデルになっております。こっちはこっちでまたいい響きするんで、軽く。まあ、スラッキーチューニングでも、こんな感じで楽しめる一本かなと思います。僕は結構こうスラッキー好きで弾いたりとかしますけど、このなんだろう、オープンの音に少し単音を入れる音、とっても合う、印象を受けた1本でございます。ということで、こちら、305ですね、2本目に紹介したのは305の、ご紹介でございました。ということで、2本、作りましたのでご紹介、こちらが、おさらいですね。306がこちらのモデル、最初に紹介しましたのがこちらです。で、305ですね、こちらの方が 2回目に紹介したモデルになってますので、どちらもね、とっても、こちらも思い入れの深いカスタムオーダーになった2本でございますので、ぜひお問い合わせお待ちしております。それでは、販売開始いたしますので、よろしくお願いいたします。タンタンでした。バイバイ。